ご心配おかけしました。治りました。どうやらね、充電器にね、リフレッシュボタンっていうのがあるんですよ。それを押しちゃったみたいで、それを押すと、なんていうのかな、急激にね、電気充電量が減ってね、まあマイナスになってから、こう一からこう充電するわけです。だからなんかわからんけど、急にね、50からね、10% に減ってアラームになったというの。その前に充電してる時にうっかりリフレッシュボタンを押しちゃった可能性がある。まあ充電器、このベッドの下に置いてるんですけどね、バッテリー挿す時にね、挿して抜く時に片手で取りにくいからね、足で充電器を踏んで引っこ抜いてるわけですよ。そうすると足で踏んだ下にね、赤いリフレッシュボタンというのがあって、それを押しちゃった可能性がある。そう言うたらね、借りた時にね、説明聞いたような気がしたので、このオレンジ色が点滅したらリフレッシュボタンを押してもらうと、急激にゼロまで減って、リフレッシュするね、バッテリーが長持ちするように位置から充電が入る。それするとすごい長時間充電しないといけないんですよ。ほんでさっきも、でも充電しながらでも、そのリフレッシュボタンの赤い点滅が消えてね、で順番に横のランプが突き出して、黄色とか緑とかね、4、5個つくんですよ。それがね、まあ1個ついて2個ついてて、それでどんだけ溜まったかと思って、もう一回戻してみたらね、まあ 60% ぐらい充電できてるわけですよね。ほんでそれでもリフレッシュボタンが点滅してると、その時は寝しなとかね、当分乗らない時にリフレッシュボタンを押してもらうと、まあ、長時間かかってね、バッテリーが新品に近くなるというのかな、不要な電気のムラをきれいに直して、まあ、充電するような感じなのかな。でそんなんで大丈夫でした。でそういう時は手動にしてね、手動で動かす分にはどうもないと。でリフレッシュボタンじゃなしに途中で抜いても、まあ充電はこういうふうに順番に溜まっていくんでね、まあ、ちょっとぐらいは乗れると。でも今もリフレッシュボタン消えてるんで、まあ、充電できてますね。だから使い方の問題、もう家の中でね、おかしいと思ったら、なんか最近なんかやけに減るのが早いと。だからそういう時は不十分な充電で電気のムラムラに溜まってるわけですね。ほんで減りが早いと。でそういう時にはそのリフレッシュボタンを押すと、最初は減るんですよ。いきなり10% まで減って、そっからまだ充電すると綺麗に充電が溜まっていって、バッテリー長持ちになるということです。そう借りた時に聞いたらもうしばらく何ヶ月も経ってるからね、忘れてしもってね。そんな感じでした。で今後は気ぃつけてね、減りが早いな思ったらリフレッシュボタンを押してね、しっかりと充電したいと思います。では、どうも。